アスケ劇場は、かつて、愛知県東鴨郡アスケ町の本町にあった映画館。1952年頃に開館し、1960年代末に閉館した。本町通りと総音寺の中間付近、居酒屋、タンポポの向かいにあった。山間にあるアスケの町、アスケ町は、三河国と信濃国を結ぶ、中間街道の宿場町として栄えた町であり、 年貢米や塩などがアスケから賛同を運ばれた。明治後期に国鉄中央本線が全通すると宿場町としての性格は薄れていった。1871年には西町に劇場の西星座が開館し、同曲、舞踊の発表会、弁士がいるサイレント映画の上映などを行っていた。やがて西星座は映画館となり、映画全盛期には 清水の二郎町シリーズや宮本武蔵などの邦画時代劇や黄色いリボンや駅馬車などの洋画を上映した。アスケ市街地におけるアスケ劇場の所在地映画前世紀の1952年頃には地元住民が共同出資して本町にアスケ劇場が開館した。アスケ物語昭和30年の合併から50年は開館年を昭和20年代後半としている。 建物は昭和20年代に建てられた木造平屋建てであり、延べ床面積は約500平方メートル。外壁はモルタルであり、屋根はコンクリート製の瓦吹きである。定員は276人であり、主に邦画を上映した。映画の他には、歌謡ショーを開催することも多く、藤島武雄の君の名は、などの人気が高かった。 アスケ町では山仕事に従事する住民が多かったため、ひな祭りなどの季節行事の際に、雨が降ると映画館の観客が増えた。映画前世紀には、立ち見客が出るほど賑わい、著名な俳優が訪れたこともあった。1963年の大町によると、当時の入場料は大人100円であり、同年6月には1172枚の入場券が使われた。 経営難のために1960年代以末に閉館した。アスケ物語昭和30年の合併から50年は、閉館年を昭和40年代前半としている。最終上映作品は、伊豆の踊り子だった。閉館後の建物は、建材店の経営者が引き取り、倉庫として使用していたが、この建材店が代替ありすると使用しなくなった。 2018年2月には、アスケ商工会によって、アスケ超過情報ネットワークき人座の賃貸可能な物件に登録され、同年3月24日には登録物件の見学会が開催された。しかし60年以上が経過した建物は老朽化が進行し、雨漏りなどがあって放置すると危険な状態だった。アスケ劇場は、重要伝統的建造物群保存地区である。 アスケの範囲内にあるが、豊田市から建物の解体に必要な現状変更の許可を得て、同年5月に解体された。映画ポスターや大腸などの資料の一部は、2017年に豊田市役所文化財課に譲渡されている。雑婚時代のポスター、花比べたぬき、道中、銀雑魚物語、恋に命をのチラシ印刷用原版などが残されていた。 アスケ劇場で使用していた A 社機2台は東京で映画館を経営する会社に譲渡される見込みである。ありがとうございます。